J3 は第7節を迎えています。未だ1勝しか挙げていません YSCC 横浜と福島ユナイテッド FC の一戦、ゴールキーパーが大内、ディフェンスは船橋が戻ってきまして、そして宗近と上村、大泉、土立、宮尾、西山俊太が入ります。シャドウの位置には佐藤、それから吉田、ワントップ宮本です。続きましてアウェーを戦います福島ユナイテッド、こちらは大きくメンバーを変えてきました。ゴールキーパーがファンティーニ、ディフェンスが石渡、坂田、宇佐美、吉田、中盤に橋本陸は、これが3試合ぶりのスタメン、そして諸岡、吉永、鎌田は J リーグ初スタメンです。トカチも J リーグ初スタメン、イスマイラとのコンビ。これボールをキープして宮本からボールがつながりません。このボールを取ってまた左サイドへ展開するトカチ、トカチから前にボールを送ります。速いボールを中に返して飛び込んでいった、決まった、イスマイラ。まだ立ち上がり5分にもなっていませんが福島が先制、開幕戦以来の先制点になりました福島。イスマイラはこれで2試合連続、福島が先制しました。開始5分、福島としては願ってもない先制点です。ヒール、うまいボールが行きました。ここで吉田からの速いボール、右サイドから詰めていきましたが、これもまたいいクロスでした。裏、この裏にボールが通る、中に返して飛び込んでいった、イスマイラ、ボールを送り込んでいったのが橋本陸、ボールは左サイド、上村左利き、当たって縦へボールが送られました。ここは吉田が流れてきているか、中にボールが入った、フリーになった、ヘッド、ポストに当たりました、惜しいところ、飛び込んでいったのが宮本。このボールを拾って前にボールを送る、また左サイド、今度は中央と、これもと、これも今度は6番の佐藤、2つ続けて決定機を逃してしまいました YS 横浜。ここで橋本陸が絡んで石渡から一旦後ろにボールを戻します。あっと、ここはチャンスになった、チャンスになった、さあ宮本、ゴールキーパーと1対1、決まった、福島のミスから1対1同点。17分同点に追いつきました YS 横浜。宮尾が直接狙ってきた、あー、いいフリーキックになりました。キーパーがどうやら触っています。ここで佐藤から、ここはカウンターになる、大泉が行く、宮本が手を挙げている、中に入ってくる、大泉のシュート、宮本の足元を抜けていきましたボール、キーパーファンティーニががっちりと抑えました。吉永がドリブルでスルーパスを出す、田村から戻ってきたのが吉田、そして最後は橋本拓人、いい崩しでした、惜しいところでした。福島、わー、うまいターンです。青山、ルーキーの青山、今日がデビュー戦、左サイドに開いていって切り返そうというところ、シュートまでいけるかどうか、シュートはーとリフレクトしました。7番の田村のシュート、さあまたカウンターです、チャンスになります。佐藤が持ち込んでくる、音泉にボールを開いて、音泉が勝負に行く、音泉左足のシュート、いいシュートでした。音泉いい形になりました。アディショナルタイムは5分、アディショナルタイムは5分です。ここでおごちくスピードがあるが、
小越久が切り返す、グランダーのボールが入った、音泉かわして左足シュート、もう一度まだチャンスになっている、シュート右足やった、佐藤が決めました、ワイエス横浜。前回の沼津戦に続きまして、このホームで逆転、落ち着いて決めました。ボールは高く浮いて幸恵に合わそうというところ、大きくクリアして、ここで試合終了。YS 横浜ホームで2試合連続の逆転勝ち。 YS 横浜が福島を破りまして今シーズン2勝目。